加速はまあ、出だしモーターなんだけど、ほとんどスロットル全開だともう最初からエンジンが行くので、ただそこのタイヤが最初に数回転するところは、まあ、モーターアシストが入ってると思いますね。E モードと S モードがありますが、 S にすると、シフトアップの制御はちょっと早いのと、エンジンも少し高いところまで、V6 エンジンが回るので結果的に S の方が早いですね。まあ、しかしその発進から変速ショックがないみたいなところは、ちょっとこうレクサスの2モーターフルハイブリッドに乗ってるような感覚になるぐらい、多段ギアの変速のつなぎ目のところが全くなくて、スッとこう加速していきますね。ギアチェンジしていきます。そういったところがやっぱすごいなと思います。ブレーキもこのでかい巨体の割にはカツンと効くし、ブレーキペダルも非常にこうドンと来いっていう感じで、まあ、ポルシェみたいなガチっていう感じじゃないんだけど、多少ストロークはしますが、本当に安心感のあるペダルフィールですね。まあ、右ハンドでも足元のペダル配置がすごくいいし、操作は確実にできます。7秒31、若干早いな。ハイブリッド2モーターでエンジンも5リッター V8、まあ、メルセデスは V6 3.6 の1モーターなので、スペックで見たらもう雲泥の違いなんですけど、実際の加速性能は、まあ多少こっちが速かったんですけど、ごくわずかということで、まあ、メルセデスベンツが、3.6 リッターの V6 1モーターでもかなり、この LS600 に、まあ、近いパフォーマンスを出してますね。ただこっちは2モーターなんで、まあ、出だしからこう EV チックに行けるというところはありますが、実はエンジンが目覚めてるとメルセデスの V6 の方がむしろ、静かかなっていうぐらい、ちょっとこの V8 5リッターは世代的にも古いかなって思わせる、まあ、音振動が出ますね。まあ、ビッグマイナーチェンジしたんですけども、まあ、次のフルモデルに期待したいところではありますが、レクサスは本当にメルセデスを相手にするのは大変だなと思いますね。ブレーキはバウワイヤーブレーキなのでペダル振動がないので、どのくらい強く踏んだら ABS が働いているのかっていうのはちょっと分かりにくいんですけど、かなり減速度は高いところまで、求めているような気がしますね。ですから結果的にはしっかり効いてます。その時に ABS が働いているのでこうプリテンがグッとこう締まるんですけど、ベンツほどきつく締めてないので、ちょっと緩い感じなので締められ感が足りないかなっていう気がしましたけど、まあそれでもこの初期のスナッチという緩みを取る分ぐらい締め付けておいてくれれば十分効果はあると思いますので、まあそれでも
十分機能はしていると思います。S もやばいな、ちょっと欲しくなっちゃうね。この車の、まあ、ショートとハイブリッドなんですけど、運転してもいいし後席乗ってもいいし、まあ、助手席乗ってもいいし、もう本当にどの席でもいいなっていう感じで、まあ文字通り高級車の7つ星セグメント、7つ星カーですね。乗り心地とかもうスムースさとか、ハイブリッドとかその V8 エンジンとか V6 とかディーゼルとか、マジックコントロールのアクティブサスとか、まあ、いろんなこう、プリクラ技術とかその技術で言えばダーッとこう言えるんですけど、なんといってもやっぱりいいのがこのスムースさみたいなところかな。これは多分レクサスをもうはるかに超えて、この S クラスに追従できる車はもうベントレーもロールスもちょっと怪しいぐらいの感じのこうスムースネスっていうのを持ってますね。毎日こうデイリーで走っても、この気持ちよさは得られると思います。乗り心地はもうとにかく圧巻という感じですね。これは、後ろ乗った人も同じように感じるのかも分かりませんけども、もしかしたら後ろの人の方が乗り心地はもっとよく感じるかも分かりません。やっぱこの空回りしてるみたいなステアリングがダメだな。ステアリングがしなっちゃってもんな。しなりだなこれは。やっぱりハンドルが効かないし、なんかステアリングがこうしなってる感じがあって、ハンドルはもっと、ダイレクト感が欲しいし、やっぱりステアリングフィールがこの辺がすごく曖昧なので、まあ一般道をゆっくり走ってる分には、あるいはショーファーで使う分には問題ないですけど、まあ、ドライバーズカーで見たらやっぱりここが直んないとダメだなっていうのが第一印象ですね。まあ、本当にその一流の世界に行くには、もっとその、ベースのところからしっかり磨き上げる、あるいは鍛え直さないといけないし、まあ、こういった車は最も先に行動運転支援あるいは自動操縦系の技術が入ってきやすいんですけども、まあ、自動操縦する前に基本となるベースをもっと高めないと、コンピューターだってこのステアリングじゃ嫌になっちゃうんじゃないかなっていう気がしましたね。まあ、そのぐらいちょっと厳しい評価しているのは、メルセデス・ベンツがかなり先に行ったということです。みんなに味わしてあげたいな。そうですね。ダブルレンチェンジ、まあ、この
大きさのボディでも、瞬時に、まあ、俊敏性を持ってノーズがインにこう隣のレーンに向いてきますけれども、あのガバッとこう ESP を働かせるんじゃなくて、なんか細かく機関銃のようにですね、ちょこ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 っとこう効かしてきて、作動感をあんまり感じさせない、音ももちろん ABS の音もないし、ペダルは振動しますけど ESC が働いても音はなくて、あのエンジケーターのフラッシュがあるぐらいなんですけど、実際感じる制御そのものももっときめ細かくブレーキをこう捕まえるような制御になってますね。ですから ESC そのものも、まあ、高級車にふさわしい制御になってきたかなと思います。例によって例のごとく、例の機能が備わってます。その例の機能というのは、急ブレーキとベルトでキュッとこう締め上げられて、まあ、2人ともはぁとかなんか声が出てましたけども、ダブルレーンチェンジは速いステアリング操作するので、とにかくこのハンドルの、ダの利きと切った時のアジリティ、ステアリングに対するノーズの動きがこう遅れる感じがあるので、最後はかなり打角を多めに切ってしまうアンダーステアになっていきますね。その間 VDC が、あの VSC がガンガン入ってくるので、またそれもアンダーステアを助長するような方向になっていくので、その辺の、ベース基本性能と、電子制御のこうハーモナイズももう一段上に行かないと、今世界の、トップのレベルには行かないかなという気がします。まあ、というかこのステアリングが効かないアンダーステアが大きめ多め、この辺が LS600 の今一番改善すべきところではないかなと思いますね。まあ、やっぱり今回新型 S クラスが出てハイブリッドワンモーターですけど、またこう時代の先に行ってしまったので、このパッと中見た時にこの辺のスイッチの多さ見ただけでもなんか Windows って感じがしてちょっと嫌になっちゃいましたけども、まあ、こういうインターフェースのところから、あの、まあ、LS600 はあのもはや全時代的な高級車にちょっとなってしまったなと。まあ、それでもあの一般道あるいは普通に乗る分にはまあ、過不足なく、高級車前としたあの乗り味は持ってるのは間違いないですね。はい、完璧というのは多分こういうこと言うんだろうなと思います。曲がりながら、止める、しかも路面はウェット、一発目はもう36メートルで止まるので、まあ、ポルシェとか、まあ、スポーツカーがこういう性能を出すのは分かるんですけど、まあ、これだけサスペンションがゆったりしてて、まあ、いわゆるこうブッシュとかもこう緩めの車にしてはですね、本当にステアリングはもう微動だにこうずれていかない、しかもきちっと止めてくる、この辺はすごいですね。
それで2回目はちょっとステアリングを先に先行してパンとハンドル切ってブレーキ踏んでいくと、まあ、すかさず、この S クラスもテールがこう流れ気味になったんですね。で今度はスタビリティをスピンしないようにするためにブレーキ全体のブレーキ圧を少し弱めてタイヤの能力をスタビリティの方に使っていくので結果的には制動距離は伸びてしまって、まあ約 15% ぐらい伸びてしまいましたけども、まあ FR なのでとにかくスタビリティを確保するのが結構大変になるので FF だともともとスタビリティ高いから少しブレーキ圧を減圧するだけでスタビリティは確保できるんだろうと思うんだけど、まあ FR の場合はかなりダイナミックにリアの制動力を少し落としていかないと、横方向のタイヤのコーナリングパワーが確保できないということで、まあ、1回目と2回目の差は少し多めにはつきましたけども、まあ全体的にオーバーオールで見ると、まあ、本当にすごいブレーキ性能を持ってますね。で気になるのはやっぱりこれをフォーマティック、今回のメルセデスはフォーマティックもあるんですけども、まあ、4駆だったらどうなんだろう。で4駆だとベースのスタビリティが高いのでそんなにピュッとこうお尻が出ないですから、その分、ブレーキの能力は高く使えるんじゃないかなと思うので、やっぱりちょっとフォーマティックはすごく個人的には気になってますね。まあ、しかし、このセグメントでは、まあ、前に7シリーズとか A8 も、LS もテストしてるんですけど、やっぱりぶっちぎりで S クラスの、ダイナミックなウェットブレーキ性能は高いですね。やっぱりトヨタのこうフラッグシップ、まあ、レクサスのフラッグシップなんですけど、やっぱりその制動距離がもう絶対的に違う。でこっちはバイワイヤーブレーキなので、理論上はもう4つのタイヤのもうマックスの制動力をもう自在に引き出せるはずなんだけど、やっぱりいまいち効きが悪いっていうのは、まあ、こう曲がりながら行くので、まあ、車の運動のこういろんな情報がコンピューターがこうデータセンサーから入ってくんだけど、まあ、多分こういろんなこう何万行っていうアルゴリズムを書いてて、こういう場合はこうする、こういう場合はこうする、こういう場合はこうするってもう多分なってるんだけど、やっぱり決定的に足りないのはこのステアリング系で、きちっと曲げながらラインをトレースしてハンドルの正確性を高めるっていうところが、やっぱりその何万行の中にできてないのはやっぱり基本性能でもういっぱいいっぱいのところが多分あるんだろうなと思うんですね。で結局そのベースのハードの気温がいっぱいいっぱいだから、打が効きにくくて制動距離もちょっと伸びてしまう。まあ多分直線制動なんかは、まあ、国の試験とか認定もあるので多分一生懸命お受験はやるんだけど、曲がりながらウェットのブレーキっていうのは、国のお受験モードにはないので、ちょっと変化球出るとそこが弱い。まあ、それはやっぱり今の日本車にありがちなそのお受験モードでこうテストしていくというやり方には一つは原因があると思うんだけど、もう何年も前からこのテストやってるから、もう何度もトヨタの人もこの現場にも来てるので、そろそろ目覚ませよって言いたいんですけどね。